どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、こちらスピージーアメックスのポイントであるマリオットボンボイホテルポイント獲得解説っていうのをねやっていきたいと思います。こちらのスピージーアメックスクレジットカードなんですけども、利用している方はまあ結構いらっしゃると思うんですけども、スピージーアメックスね発行してからですね、マリオットボンボイホテルポイントってで有効期限あったっけとか、マリオットボンボイホテルを SPG でね、決済すると何ポイント貯まるんだっけみたいなね、100円決済で3ポイント貯まらないところもあるんだっけみたいな、マリオットボンボイホテルね、ポイントっていつ付与されるんだっけみたいな、そういうね疑問っていうのがね、出てくるのではないのかなっていうふうに個人的に思います。というのも、私もね当初発行した時にですね、結構そういうふうに思いまして、調べてね分かったっていう感じで、ぜひぜひね、思われている方はですね、参考にしてみていただけたらなというふうに思います。またね、SPG アメックスのクレジットカード自体の動画についてはですね、ちょっと昨年の動画になってしまっていて、ちょっとね、品質とかちょっと低いんですけども、動画、ブログともにね、出しておりますので、こちらの動画の概要欄にね、リンク貼っておりますんで、そちらもね、確認していただけたらなというふうに思います。またね、内容はそこまで大きく変わらないと思うんですけども、2020年の版もですね、今後作っていきたいなというふうに思っていますので、そちらもね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。まずね、マリオットボンボイホテルポイントの有効期限についてなんですけども、この SPG アメックスのポイントであるマリオットボンボイホテルポイントはですね、実質ポイント有効期限はないっていうポイント制度になっております。というのも、このマリオットボンボイホテルポイントっていうのは加算かもしくは減算、もしくはポイントの交換があるとですね、その都度延長されていくっていう仕組みになっていますので、SPG アメックスをね発行してね利用されている方であれば、基本的にねポイントが失効するっていうことはねありません。一応ね2年間っていうね期限は設けられているんですけども、クレジットカード発行してね利用されている分にはですね大丈夫っていう感じになっております。次にですね、マリオットボンボイホテルポイントの貯まり方なんですけども、クレジットカード決済でね基本還元率が100円で3ポイント貯まるっていう風になっているんですけども、こちらはですねアメックスのクレジットカードっていう風になっておりますんで、例外もあるんですよね。まずねポイント対象障害っていうものもありまして、読み上げちゃいますね。各種電子マネーチャージ、NHK の支払い、寄付ということで、こちらは完全に0ポイントっていう風になっておりますんで、いくら決済してもですね、こちらに関してはポイントはもらえないっていう感じになっております。また本来ね100円で3ポイントくっていう風になってるんですけども、こちらね100円で3ポイント加算されない加盟店もあります。こちらも読み上げちゃいますけども、電気、ガス、水道、税金、公共料金、その他といった感じで、こちらについては半分という風になりますので、たまらないわけではないんですけども、100円で3ポイントではなくてですね、200円で3ポイントっていう計算になりますので、こちらも注意してください。特にね、注意していただきたいのは、高額決済になりがちな税金の支払いだったり動員等々の支払いですね、利用する際はですね注意していただきたいなという風に思います。ポイントがもらえないわけではありませんので、分けるのはね面倒くさいっていう方はね、そのまま利用してもいいかなというふうに思うんですけども、獲得できるポイントがね半分になってしまいますので、その点はね覚えておくようにしてください。次にね、SPG アメックスをね普段利用して決済をしているとポイント貯まりますよね。いつねこのマリオットボンボイホテルのポイントに付与されるかって疑問に思ったことってないですかね。私は結構ね思った方でですね、こちらも結構調べたんですけども、まずねこちらを解説する前にですね、アメックスのアプリの表示だったりとか、マリオットボンボイホテルのねアクティビティの表示っていうのをね、こちらね、用語ではないんですけども、表示名っていうのをね、覚えておくと結構ね、分かりやすくなりますんで、こちら先にね、解説していきたいなと思うんですけども、SPG アメックスでね、通常決済分っていうのは、SPG アメックス JP ベーススペンドっていう感じで表示されます。次にね、ホテルボーナススターポイント。こちらはですね、マリオットボンボイホテルの参加の、ホテルの払いをしてね、獲得したポイントというふうになっておりますんで、こちらもね、覚えておくようにしてください。次に、入会ボーナス
ーナスのポイント表示ですね。じゃあ SPG アメックス JP ジョインボーナスっていう感じで記載されます。次に、紹介特典などは SPG アメックス JP プロモボーナスっていうことで表示がされます。次にはまあこの4つがねよくね、表示されると思うんですけども、こちらの用語っていうのはですね、最初 PG アメックスね発行された際にですね、アメックスのね表示であったり、マリオットボンベホテルのね表示であったりとかで、これなんだろうみたいなのをね結構私最初思いまして、表示名の意味がね分かった時にですね、謎が解けた感がねありましたので、まあ一つね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。で話をね戻していくとですね、 SPG アメックスで決済をしていくとですね、ポイントっていうのはその都度ねマリオットボンボイポイントに移行されていくのではなくてですね、月に一度ポイント移行日にマリオットボンボイホテルポイントにね移行されるっていう感じになります。イメージ的にはですね、決済してた SPG アメックスのポイントがずっと溜まってってですね、ポイント移行日にマリオットボンボイホテルポイントにですね移行されるっていうイメージになっております。またね、マリオットボンボホテル側のねポイント加算日っていうのは SPG アメックスにね溜まってたポイントの集計日の翌々日ぐらいっていう風になっておりまして、まあ、私の感じだとねだいたい3日ぐらいなんですけども、まあ、そんな感じでね SPG アメックスに溜まったポイントから、マリオットボンボホテルにね移行されるんですけども、ポイント集計日の1日後ぐらいにね移行されるっていう感じになっております。で今ねこの話させていただいているポイントの集計期間ですよね、こちらですねちょっと利用明細をですねこちら辺に出しておきますけども、右上の方にですね今回のご案内の集計期間っていうのがありますよね。こちらが2019年7月14日から、2019年8月13日って書いてあると思うんですけども、まあ、こちらはですね、決済の期間っていう感じで、まあ、この8月13日っていうのがポイントのね集計日っていう風になっておりまして、これからねだいたい 2,3 日後にですね、マリオットボンボイホテルポイントの方に移行されるっていう感じになっております。ですので13日がね、まあ、締め日っていう風になりまして、マリオットボンボイホテルのねアクティビティの画像なんですけども、じゃあね8月16日にアメックス JP スペンドっていう感じで、ポイント数がねちょうどこの明細の2856ポイントプラス1317ポイントの合計である4173ポイントがね確認できるっていう感じになっております。ですのでまあ大体ですねこの集計期間の、まあ、2,3 日後にマリオットボンボイホテルのねポイントに移行されるっていう感じですね。次にですねマリオットボンボイホテルに宿泊するときに SPG アメックスクレジットカードで決済した場合のポイントの計算方法ですね、こちらは2種類のねポイントが貯まるっていう風になっておりまして、まず1つ目が SPG アメックスで決済分でポイントが貯まります。本来は SPG アメックスはね100円で3ポイントっていう風になっているんですけども、マリオットボンボホテルで決済した場合はですねさらに3ポイント追加されて100円で6ポイントが付与されるっていう感じになっております。こちらですね対象となるのはホテルの宿泊代金もそうなんですけども、直営のレストラン利用とかも含まれるっていう感じになっております。もう一つがですねマリオットメンバーポイントとプラスステータスポイントが貯まります。マリオットボンボイの会員の方はですね1ドルに対して10ポイント貯まるっていう感じになっております。またですねステータスに応じてこのポイントにパーセンテージをかけたねステータスポイントっていうものが付与されます。 SPG アメックスを保有されている方はゴールド会員っていう風になりますんで、このステータスポイントのねパーセンテージの掛け算はプラス 25% がね追加っていう風になります。ですんでね1ドルに対して10ポイントプラス 25% のポイントがねもらえるっていう感じになります。こちらね画像を出しておきますけども、こちらねリッツカールトン東京のちょっと適当に調べた日付なんですけども、各のね宿泊代金が 43,350 円ですね、プラスねサービス料と税金と手数料の見積もりということで合計すると 12,365 円がね加算されて合計で 55,715 円っていう風になるんですけども、こちら実際に宿泊したら付与されるポイントとしては決済した日のね為替レートがですね適用されるっていう風になりますので、まあこれからの計算式はですね参考程度に見ていただけたらなと思うんですけども、ポイント対象になるのはですね 43,350 円である宿泊代金のみね対象っていう風になりますんで、その他のねサービス料であったり税金とか手数料というのはね計算に入らないっていう風になります。仮に支払い日の為替レートがですね1ドル110円だった場合
ですね、こちらの 43,350円割る1ドル110円ということですので、110円で割るとですね394ドルっていう風になりますよね。これで1ドルね10ポイントという風になりますので、3940ポイントとプラス 25% ということで985ポイントがプラスされて、合計で4925ポイントがねもらえるっていう計算になります。ぜひねこれから SPG アメックスで持たれている方でマリオットボムホテルね宿泊予定の方はですねポイント計算もねしてみてはいかがでしょうか。なぜねこんな分かりづらいね動画を作ったかというと、私自身ですね結構分からない部分であったっていうのと、この宿泊のポイントの計算はですね覚えておいていただきたいんですよね。というのもマリオットボンボイホテルのホテル宿泊のポイントってすごいね今解説させていただきましたけども超めんどくさいですよね。これね間違えられちゃうんですよね。で結局自分で計算してある程度計算が分かってないとですね合ってんだか合ってないんだか分かんないんですよね。あの付与されたポイントがですね、これ間違って付与されてしまうとですねそれが分かんないとそのままになってしまいますし、これでね計算が分かっていればもしね間違ってた場合ですね、こちらホテルデスクの方に電話していただくと通常のねポイントをちゃんと付与してくれますので、計算式だけはですね大体でもいいですので、ぜひね頭入れといていただいて、優勝でねホテル宿泊する際はですねポイント計算ね間違っていないかだけね確認してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は SPG アメックスクレジットカードのマリオットボンボイホテルポイント獲得解説っていうのを動画作らせていただきました。これからね SPG アメックス発行検討されている方、もしくはね SPG アメックスね持たれている方は全部が全部ね覚える必要はないと思うんですけども、特にねホテル宿泊のポイント計算に関してはですね頭の片隅にね入れといていただけたらなっていうふうに思います。せっかくねもらえるポイントであるのであればしっかりねポイントをもらっていただきたいと思いますので、こちらね覚えておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。